ハロー、レディセンジャラメン。今回ブレイクするのはこのモンスターハンターライズ。ちょっと待って、いきなり歌わないでくれないか。俺の実況と被せないでくれないか、君の歌を。頼むから。いや、俺が被せるだけなのか。いや、まあそんなことつうばいい。まあそういう進化どもが置いてて、今回はモンスターハンターライズをブレイクする。さあ、早速レッツプリングだ。オッケー、マルチプレイヤーで行こうじゃないか。シングルで僕はマルチ派。さあ、ロビーサーチング。ターゲットは押さえつつ。It's my first target. これが僕の最初の相手だ。まあ、最初の相手だから容赦はしないけどな。そら、やるかやるか、それがハンティングだからな。オッケー。さあ、というわけで、ロビー。あと、で、今回は確かね、確かモンスターハンターって確か4人でやるんだよね。確か4人だよな。確か4人だよな。俺の記憶が正しければ、結構久しぶりになるからな。オッケー。おう、ナイス。待って、俺のチャットで。よし。ナイスミーチュートゥー。そうだ、挨拶だし、コミュニケーションだ。そうだ、我々はそう、運命共同体、共に電波を共有、いやでもよろしくお願いします。なんか淡白だよな。だからここは、はい、フォローユー、ついていきます。それが正義的存在ヒーロー。さあ、ミッションディスタイル設定された。で、ウェポンセレクトだな。さあ、私の使うべきウェポンは、まあいろんな種類があるけど、結局はな、モンスターを軽くダメージ使う用途だけは変わりはしない。オッケー。ハンマー、笛もいいな。ミュージックを奏でたらか、ランス、我なる槍に新たな名誉で、アロー、が、銃もいいけど、まあ、銃はどうしようかな。で、これはなんだ、チャージアックス、おークールじゃないか、スラッシュアックス、で、ガンランス、どうしよっかな、ちょっと待ってね、ちょっと神経させてくれ、やっぱここは自分の好きな武器だ、ね、そうだ、フェバリットエボンだ、ね、よ。フェバリットエポンならスラッシュアックスだろな。そら、強いか弱いかじゃない。で、お友が力を使うじゃないか。そら、やっぱり新要素。レッツドリースレッツドリースジャルメンミッションイズゴーニードユアスバイブ。とにかく生き残るんだ、いいな。君たちが生き残らなければ意味がないからな。オッケーアイプロテクションアイフォローユーで、ちょっと待ってね。まず操作方法をちょっと確認。待って、コントローラーを、で、これでアタックフォーメーションだな。オッケー、アタックフォーメーションで、これで、で、武器しまうのはどうすんだ、これ。どうやって武器をしまう、どうやって、これで武器をしまう。で、ゆうくん、君にはどうやって乗るのかな。オッケー。ライニング、テレッテレレッテレ、ワッフー、テッ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 テ、いや、オリンじゃなくて、待ってね、ジャンプは倒しか、これ、ワッフー、オッケー、いいね。いや、だから、これ、カプコンのゲームだから、ナムコのゲームの話だべ。いや、それ置いといて、オッケー。せ、このワンちゃん、オオカミなのか、ウルフなのか、それともドッグなのか、いやー、まあ、ウルフでもドッグでもどっちでもいい。どっちも可愛いしな。まあ、それは置いときまして、とりあえずモンスターをね、ファインド&ディストロイな、そら。このゲームはな、そう、自らの正義と未来のためにね、そう、モンスターをハンティングする。あくまでも勘違いしてないけど、私たちは狩る側であり、狩られる側じゃない。モンスターに狩られるんじゃない。私は、モンスターを狩るんだ、そら。まあ、いや、ともかくさて、モンスターファインディング、なんだ?見つけたぜ。目の前には標的がいる。そら、いや、目の前にはターゲットだ。そら、目の前にいるのはそう、エネミー。そう、敵中なら標的だ。いくぜ、レディトインゲ、よし、よし、よし、はい、やったー。いくぜ、レールソー、ジャッジメント、スラッシュ、いや、しまんじゃね、回復すんな。いや、ダメだ、しっかりこと、自分自身をコントロールできるのは自分だけなんだ。そら、いいか、他人にコントロールされたら、むしろそれはな、自分とは言えないんだよ。はい、よし、よし、いくぜ、とにかく嫌い、とにかく目の前に敵を切るんだ。切らなければキルはできないからな。オッケー、すげえ、いくぜ、アタックフォーメーション、レディシュッシュッシュッ、いくぜ、サウザントスロー、お前を13のかけらで解体する。やばて、かっこよくできる攻撃が当たってないような気がする。あ、待て、待て、攻撃が当たってないじゃないか。そら、どんななグレートなアタックだろうともな、当たらなきゃ意味がない。ただのな、それはな、準備運動じゃないか。さ、何してんの、当たれ、バカ、敵にしっかり当てるな。そら、エネミーに向けてしっかりね、そう、私はな、そう、剣を振りかざすな。くそいや、待て、一旦待ってね、またヒーリング。そら、100の状態で戦うことが大事なんだ。そら、いいか、いいか、常にクリーンコンディションの状態で常にエネミーを評判にする。それがまだ重要な根性。そら、それがないとの助言。スラッシュ、アリシュ、いけ、スラッシュ、死なせ、天国、この手で俺は死ぬ人間じゃないからな。そら、私は生きるべき人間だ、死ぬべき人間じゃない。死ぬのはお前だぜ。おいしおいし、そら、で、まあ、やっちゃ、待て、まだ攻撃が当たってない。待て、フォーメーション、アタック、スラッシュ、よし、今からさ、そら、いいか、敵の上見つけ込んだ、ノーマシン、情けやられる、情けをかければこちらがやられるからな。さあ、いい、とにかく俺は、まあ、いや、とにかく俺はモンスターとそんな上手くないし、実力がない、なんか足りない実力がな、夢と希望で起きない、それでノープル、エネミーズ、ロスティング、オッケー。
さあ、とりあえず待て、ファスターチ、オッケー。こう、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 行くよ、こう。よし、さあ、オッケー。さあ、ライディングして彼をね、チェイシングだ、そら、うん。ぼーし、さあ、待ってね。これ、そもそもさ、こうなの ?U なの ?U? こう ?U なのか、こうなのか。まあ、どっちでもいいか、うん、どっちでもいいか、うん、さあ、名前なの、アシエシー言われていいか、おつけ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 、まあ、いや、ともかくな、ここからそう、周りとのな、そう、一心伝承のコミュニケーションを使って、そら、やったのだな、そう、全般的なな、友情パワーを使って、あし、待って、違う、回復、回復、回復、違う、回復、あ、ナイス、ナイス、踏んじゃえ、あー、オッケー、やば、オッケー、さあ、とにかく、回復が終わりは、とにかく、あとは剣を振りなきゃな、さあ、剣を振ってやっと叩き直して、それだけなんだ、いや、分かってるさ、気持ちだけではさ、戦争には勝てない。だけどな、気持ちがなければ勝てるものも勝てないのだよ。わし、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 わミッションコンプリート。活躍できたかどうかは分かりはしない。だけど皆が生きて帰れた、その事実だけで十分だろう。ヘイブラザーズ、スティールアライブ、生きてるか。君たちが生きてならそれでいい。さあ、というわけで俺はちょっとまずはね、ちょっと濡れない石にちょっと回避、いやでもここはちょっと映りが悪いからちょっとやっぱ川に戻ろうじゃないか。で、これがね、そう、モンスターハンターライズ。うん、さすが新世界にふさわしいね、やっぱりニューゲーム、やっぱ面白いね、モンスターハンターは。特にやっぱり体験版はやっぱり装備も用意しなくていいから、やっぱり好き勝手やれる。だから製品もあんまり買ってないんで、ちょっと悪いけど、それ置いてて、そうだ。で、ちょっと待って、ちょっとウェポンの確認がしたい、まだ時間があるから、次は上級クエストだから、その前にちょっと武器の確認がしたいんだよね。待ってね、このスラッシュアップ、確か、モードチェンジができてるんですか、持って、ね、モードイズ、アクスモード、スラッシュモード、オッケー。とりあえずコントロールに関しては問題ない。だいぶ自分自身がつかめてきた、そら。そら、そして自分自身も分かってきた。自分自身が何者か。自分自身はハンター。狩るべきものであるとね。イエーイ。さあ、というわけで次は上級クエスト行こうじゃないか。ウェポンディステッション。やっぱスラッシュアクス。で、ガルクかアイルか。犬派か猫派かだよな。まあでも俺は狼派だから、やっぱりガルク、ガイルを使うじゃないか。ソニックブーム。それは別のガイルだって、ガイルくるやないよ。さあ、さあ、ともかくそれを置いといて、今回はね、そう、エキスパートミッション。玉三つねをね、エクスキューションとか我々ミッションだ。さあ、カメンシングオペレーション。ミッションを始めようじゃないか。エブリワン、準備はできてるかな。あとはこの下の人だけだな。まあ、じっくり準備するという。そら、100の備えで1が自由な、それでからな。準備を多くするに越したことはない。イエーイ！ライズオン！ミッションかしら、狩人降臨。で、ちょっとまずゲームを開始する前、ちょっと見てほしいものがあるな。チュートリル新しく得た、このね、そう、ラインアクション。キャイヤー！で、そして、ラインジャンプも使いこなせる。これからそう、ライズのね、ニューアクション、ライズアクションと呼ぶべき。スタート時で、まずはね、そう、このアイテムをゲットります。で、待って。これもうみんな取んないから取っちゃっていいよな。あまりもんならどうせ取った方が得だもんな。うん、そうだ。誰も取らないなら取るぞ。誰も取らないなら。さて、トップゲット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 。そう、得るもん。で、まだまだあるんだよね。ベースキャンプにはまだまだアイテムある。そうだ。取れるものは取る。そうだ。とにかく取れるもん取る。得るものは得る。そうだ。体験版だからそう、アイテムの心配はいらない。とにかく持てるものもず。ゲットゲットキャプチャーキャプチャー救助救助拍手吐き出す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 。とりあえず、そうだな。これでいいか。さて、と、レディーズコンプリート。行くぜ、ドゥカ。ターゲットファインドしてディストロイ。ターゲットが見つかったらあとは倒すまでな。シンプルだろう。まあシンプルだがスティーシュとは限りはしない。簡単とは限りはしないんだ。さあ、それだけでまあモンスターエネミーをファインディング。ああ、何止めてけフラッシュ。落ち着くんだ。視界がな、狭まろうかな。俺たちの見えるのは狭まれるわけじゃない。で、今回のターゲットはタマミツネ。タマミツネちゃんファインディング。あれはディオレウス、レイヤー、まあ、モンハン詳しくないからわかんないんだけど、まあ、とりあえず戦うまでな、目の前に敵がいるなら、切るのみだ！いぜ、スラッシュ！あ、いや、見事に決まりません。あげ、いぜ、先手必勝スラッシュ！いや、お客様距離が足りておりません。やばい、今度そう、3度目の正直、いぜ、ラインクラッシュアクション抜けるライジ！これもね、ライズアクション。そう、新しい新要素だね。で、このライズアクションを使って、そう、モンスターたちがコントロールできるんだ、確か。確かこれ、モンスターコントロールできたよな、確かこれ、確かこのライズアクション。キャーイゼ！ハッキングシステム、ハッキングコンプリート。お前は俺の人形だぜ。さあ来い。で、これで何ができるんだ。こういったお前、お前ね、これでモンスターハッキングで、これもライズアクション。そう、モンスターハンターライズの新要素だね。オッケー。で、で、バーニングブレス。素晴らしいじゃないか。火力は良好。これでお肉もこんがり焼きそうだな。いくぜ。で、他に何ができる。他に何ができるの。ディオレウス君だかレイ君だか分かんないけど、他に何ができるの。いくぜ。スラッシュブリック、サマーゾーンのポイズンアタック。オッケー。
で、まあ遊びもいいけど、ちょっとそろそろみんなで合流したいんだな。待って、オッケー。で、これで移動だな。オッケー。さあ、ムービングだ。強力なレインフォースだ。強力な増援だぜ。で、おそらくあそこにいるのが玉ミスネだな。多分あっちで戦ってるのが、多分そうだな。そうであってくれ、そうであってくれ。いや、俺ら、いや、フューチャーの、とにかく行ってみる、始まるな。行くぜ。さあ、ファイトアクション。モンスターにはモンスターを、誰かが想像できた。そら、暴力には暴力を、モンスターには暴力を。そして、いや、暴力、暴力だけで本当に世界を構築できるのか。そんなことは関係ない。とにかく目の前で今エクスキューションするんだ。で、そうそう、待て、来たー、行くぜ。エクストリームマキシマスアタック、ゲージマスデルタウェポン。よし、威力は素晴らしかったな。さあ、こっから俺のターンだ。そら、最終的には自らの力で戦う必要があるからな。そら、モンスターの力を借りるのも大事だ。だが、結局のこのな、世界を救うのは自分の手にかかってんだ。そら、誰かの手に運命を任せちゃダメだ。自分の手で運命を救って初めて俺たちはヒーロー、英雄になれるんだ。そら、行くぜ。とにかくスラッシュ。こいつは、あれだ、何タイプだ。見た感じ、こいつはあれか。どうやら見た感じ、こいつは炎タイプなのか。なんか変なものがついたしな。つまり炎には水が生き物だ。いや、違う、バブル。これはつまり水、ウォータータイプか。つまり、ウィークはエレク。電気だな。電気が先だな。オッケー。つまりそうだ。よし。さて、まあでも電気っぽいものがないから、とりあえずここはまずお肉を焼きましょう。さあ、いや、そうも言ってる場合じゃない。あれは水鉄砲か。あの、ウォータービーム。あれあれおっちゃまの水鉄砲だ。わけが違うようだな。待て、いるかね。粉塵だからいいけど、これを使うことによって、そう、フレンドのね、HP をリカバリすることができる。回復だ。そら、やばい、死ぬかもしれない。待て、待て、ここまで、いくぜ。ファイヤーインザホール、落としたのだ。オッケー。さあ、トラップをセッティング。そして俺はね、そう、トラップの準備する。戦争には犠牲はつきものだ。だがその犠牲が肯定化されてはならない。クソ、すまね、俺をお前を守りきるはできなかった。クソ、許されがな。お前だけは絶対に俺を倒してる。奴の敵を撃て。で、待て、ここまで。待て、爆弾。え、来たで、オッケー。さあ、行くぜ。エクスプロショナー、そら、ここには大きな爆弾、ゾンビは大きな爆弾を好む習性がある。モンスター、お前もそう。やばい、待て、そう、だからコンビニ入らない。まあ、ここはさ、データリングまでない。それで、エクスプロショナーセットくれ。万歳。そうだ、派手な爆発。そりゃそう、どんなウェポンにも基本的には爆発を好みだ。さあ、爆発もいいもな、派手で素敵だよな。それは置いておきまして、俺は回復する。 OK、 HP を回復して、さらに俺はね、そう、エクスプロージョンとろ。レディーフォーエクスプロージョン、エクスプロージョンセット、ドロップアンド。いや、待て、こちら、カモカモ、アイウェイトユー、アイユー、俺はお前待っている。お前が死ぬ。ボルー、ボルが死んじゃダメなんだよ、ボルが。クソ、クソ、やりやがったな。お前は悪魔だ。そうだ、あんた人の命を待った。逃がすか、ドローウェイ。クソ、絶対逃がせない。追跡しろ、追跡、カモ、ここはスタッフ専用通路のようなね。つまりここは通れない。まあ、や、よし、後回しよう。先回りだ。オッケー、カモ、オッケー、ムーブメ、スレタダダッタ、ランオンザウォーター。まさに気分はウォータースライダー。何してんだ、遊びに来てるんじゃないだろう。俺はなぜファイティングしてんだ。希望の世界に答えを求めて戦ってるんだろう。そして、奴を倒して、平和を。いや、待てよ。こいつにとってある意味、もう一つとして、正義や。くそ、まい、ともかく自分の正義が正義だ。奴の正義を否定。いや、まずは降りて、自分、カッシュ、全然決まってないぞ。格好決めたすぎる、全然決めない。見た目はかっこいいが当たってなきゃ意味がない。ともかくや、ともかく俺さ、奴を守るんだ。仲間守るんだ、そら。ブレイビーズではない、英雄は死なせ、死なせ、死なぬ。俺が守るからな、そら。アイプロショ、誰が守りに戦うのか、ナイトの条件であり、ハンターの条件でもある。アリジナシュアシュワレッカモン。いや、待って、全然、オッケー。目の前に当てるときは、なぜ決まらない。あとだ、冷静にするな、冷静な。いいか、チャンスは必ず来る、チャンスは必ず来るが、そのチャンスにな、すべてを注ぎ込めば、アッチー。また外した、また外した、オッケーオッケー。冷静になるな、冷静になる。で、ここはそうだな、粉塵がなしんがありません。最後、綺麗です、お客様。まずいな、これ、まだ、やばい、この後仲間が、ね、いや、ここはもう信じるしかない。俺は信じるぞ、仲間。いや、そもそも俺が近づけちゃえば体もあるからな、そら。てか、これ何回近づけていいんだ。8回か9回だったか、それとも3回なのか。3回だったらちょっとまずいな。まあ、まずは回復の準備だ、まずは回復。やばい、ここすら、クッキングだな、そら。サイトのクッキングは紙一重だろ。だから、こう、のんびりためにクッキング。おいしいお肉ができますよ。
邪魔すんじゃねえお前。いや、ある意味それな、料理と戦いを似てるよな。そら、こいつが戦いによって調理されて料理されるんだもんな。何言ってるんだ。ともかくな、戦いと料理はな、神一人だ。クッキングイズバーニングガロウォレ。お前を調理しやるぜ。お前は俺のディナーだよ。そうだよ、そして俺はウィナーリア。でもここで死んでくれたおかげで動画の尺としてはちょうどよくなった。いやでも、いやあんたの死を喜んでるわけじゃないんだ。すまんすまん。まあでもやっぱりこういう敵はやっぱりさ、しっかりさ準備して、しっかりやっぱり予習してさ、やっぱりさ、そうでもしないと勝てないエネミー、やっぱり生半可な気持ちは勝てないってことだ。やっぱり、ね、やっぱ強いな。さて、いかがだったかな今回のモンスターハンターライズ。とりあえず、まあその、ビギナーミッションとエキスパルミッション両方やったんだけど、やっぱりモンスターハンターは相変わらず面白いね。で、新要素だったし、やっぱりモンスターのコントロールできたし、私としては結構よくできたと思う。というわけで最後に、ペンギンは、シャーケンベイビー。バイ。